政府は東日本大震災の復興のための第3次補正予算案を閣議決定しました。規模は12兆1000億円で過去2番目の大きさとなります。未来に向けた投資として知恵と工夫で本当に逆に日本の中で先駆的な町づくり、農村漁村づくりができるんではないかと。補正予算案には被災した自治体が使い方を決め、複数の省庁にまたがる事業を一括申請できるようにするための東日本大震災復興交付金に1兆5600億円、事業の地方負担を全額国が負担するための地方交付税の増額に1兆6600億円を計上しました。また円高対策として企業の立地補助金や雇用対策、住宅エコポイントの期間の延長などおよそ2兆円が盛り込まれています。